日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ベクターはソフトウェア販売をしている会社です。急騰した理由は電子署名サービスの提供を開始すると発表したからです。4日連続ストップ高となりました。かなり期待されているみたいです。ソフトバンクの参加というのも安心感を生んでいるのかもしれません。日東製鋼は工業用精密ネジの開発販売をしている会社です。急騰した理由は医療用生体内溶解性高純度マグネシウムの開発に成功したと発表したからです。2日連続のストップ高となりました。製品化には期間が必要なのですぐには業績に影響は出ないようですが、世界初の技術ということで期待が膨らんでいます。インクルーシブはウェブメディア運営の支援などをしています。急騰した理由は堀江貴文氏を引き受け先とする第三者割当増資をすると発表したからです。2日連続でストップ高となりました。ホリエモンの名前は強いですね。リミックスポイントはエネルギー、暗号通貨、省エネ支援、中古車販売、旅行などのビジネスをしている会社です。急騰した理由は推測ですが、暗号通貨の高騰によるものだと思います。ビットコインが過去最高を突破し続けています。5万6000ドルを超えています。バブルの様相がありますが、果たしてどこまで上がるのか。ダイヤモンドエレクトリックホールディングスは自動車用点火コイルの販売をしている会社です。急騰した理由は3月期の経常利益予想を7倍増益に上方修正したからです。1日ぶりのストップ高となりました。今日は連続ストップ高の株が多いですね。人気は人気を呼びますね。フィードフォースはウェブマーケティング用のツールを提供している会社です。急騰した理由は今期の経常利益を 31% 上方修正したからです。ネット広告の高決算が続いていますね。先日もアドウェイズなどのネット広告がストップ高でした。まだ未決済のネット広告系会社には注目が集まりそうですね。 IMV は振動試験、計測装置などを製造している会社です。急騰した理由は10から12月期の経常利益が28倍となったと発表したからです。海外向けの大型案件の受注をしたため高決算となったようです。先日も千代県が大型受注をしてストップ高となっていました。こういうことを予測するのは難しいと思いますが、何か方法はあるんでしょうか。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであれば、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。